ですね。その様子だとここに来るの初めてでしょ。案内してあげようか。私ヒルダっていうの。俺たちアストラ島から来たんだ。こっちはミア。実は人を探してて、最近ここに来たはずなんだけど。アストラ島のジーク？わかんないな。よそからお祭りを見に来る人も大勢いるし、人探しは難しいかも。でもそういう人がいたら教えてって友達にも話してみるね。みんなで探した方が早いし、ついてきて。やあヒルダ、久しぶり。テオ？一人で出てきたの？護衛も連れてこないで、万が一発作でも起きたらどうするの？家に閉じこもってたから、外の空気が吸いたくて。大丈夫、薬は持ってる。テオはベンジスの後継者なんだから気をつけなきゃダメだよ。カレイドおじさんにバレたら怒られるよ。父さんか。近頃大事な仕事があるみたいで、あんまり会いに来てくれないんだ。カレイドおじさん忙しいんだ。そっか、本当はおじさんとテオに頼み事をしようと思ってたんだけど。頼み事って？僕でも君の役に立てるかな。私じゃなくて、アストラ島から来たこの人の頼みなんだけど、ジークって人を探してるんだって。そうそう、言い忘れてた。さっきビーチでホワイトフラッシュに襲われかけた時、この人が助けてくれたの。はじめまして。友達のジークがどうやら最近ここに来たらしいんだ。はじめまして、僕はテオ、ヒルダの友達だよ。よろしく。テオのお父さんのカレイドさんはベンジス重工の社長さんなの。カレイドさんが協力してくれたら人探しなんてすぐ終わるんだけどな。父さんに話してみるよ。その人がここにいるのが確かなら、きっと手がかりが見つかるはず。テオ、また一人で外出していたのか。これからは前もって私に話してからにしなさい。お前には付き添いが必要だ。早く帰りなさい。定期検査のために医者を待たせてある。体調が良ければ今晩のお祭りに参加してもいいぞ。父さん、それ本当？僕も友達と一緒に。体調が良ければの話だ。それとこの方は？新しくできた友達だよ。アストラ島から来たんだ。はじめまして。はじめまして。私はカレイドだ。テオは体が弱いからいろいろ面倒をかけてすまないね。父さん、この人はホワイトフラッシュからヒルダを救ってくれたんだ。前に父さんがかけた懸賞を。ほう、君がホワイトフラッシュを？若者というのは実に愉快だ。だが懸賞は今すぐには渡せない。まあそう慌てるな。後で部下に連絡をさせる。あらゆるタイプの武器に内蔵可能だ。リアルタイムで戦闘データを分析して、直ちに敵の弱点を発見できる。まあうちの実験的研究の成果物といったところだ。ちょうど被験者を探していた。君ならぴったりだ。父さん、人探しを手伝ってほしいんだけど。こら、テオ、早く帰りなさい。私はまだ仕事がある。話はまた後で聞こう。わかったよ。ヒルダ、あのカレイド社長って。カレイドおじさんはいい人だよ。ちょっと厳しいところがあるけど、でも偉大な人ってみんなヘンテコよね。まあ大丈夫、
人探しの件はテオがカレイドおじさんにちゃんと話してくれるわ。夜になればビータ祭が始まるし、探してる人が現れるかもしれないよ。そもそもビータ祭って何なんだ？ベンジスはもともと小さな集落で、暮らしも厳しかったみたい。ある年に獣害が起きて、飢饉とモンスターが集落を壊滅状態に追い込んだ。そんな時、船いっぱいに食べ物を積んだ商人がやってきて、途方に暮れる人々を救った。その船が岸に着いた日を記念してビータ祭が行われるようになったの。もう気づいたでしょ？そのベンジスを救った商人というのがカレイドおじさんなの。今ベンジスがあるのもおじさんのおかげ。あなたはカレイドさんを尊敬しているようですね。そりゃそうよ、カレイドさんは伝説の人だもん。例えばね、あれ、いつの間にかこんな時間。あなたは長い間話していましたから。ああ、私喋りすぎだよね。そうだ、人探しだよね。私の友達にも頼んでみるよ、ついてきて。あれ、ヒルダじゃない、久しぶり。コリーさん、お店の方は順調？なーに、またお店の手伝いをしてくれるの？あれ、私がバイトしてる時は盗み食いばっかりするって怒ってたくせに。あのね、ちゃんと働いてくれたら玉の盗み食いくらい見逃してあげるわよ。すぐ笑ってごまかすんだから。それで今日は何か用があるんでしょ？ちょっと頼みたいことがあって。今ジークって人を探してるの。その人を見かけたら。へえ、なかなかのイケメンみたいね。そのジークって人のこと、まさか好きなの？え？いやいやいや。ああ、ハリスが知ったらがっかりするだろうな。私のかわいそうな弟よ。だから、違うって言ってるでしょ。それに、ハリスは関係ないから。あれ？そういえばハリスは？あの子ももういい歳だからね。今年のビータ祭は自分で店をやるんだって。今そこの下の方にいる。へえ、あの泣き虫がね。一人で本当に大丈夫なの？私もちょっと心配だから、代わりに見に行ってやってくれない？ここは手が離せないの。わかった。じゃあ人探しの件はよろしくね。はいはい。あとこれ、おやつ代わりにどうぞ。じゃあね。あれ、ヒルダ、なんでここに？あー、泣き虫のハリスだ。コリーさんが心配してたから代わりに様子を見に来てあげたの。そんな浮かない顔してまたなんかやらかしたの？別に、ただやることが多すぎて追いつかないだけ。仕入れた品物を運んでくる時間もなくて、まだ大きな箱が不当に残ったままなんだ。どうせまたサボってたんでしょ？だってあの荷物、昨日にはついてたよね。でも一人だと本当に手が回らないんだ。ヒルダ、もしよければ。はいはい、ストップ。私だってこんな店手伝うほど暇じゃないの。ヒルダ、その荷物は俺が運ぶよ。人探しを手伝ってもらう代わりに。そうね、それならお互い様だし、私が意地悪したってハリスに文句言われずに済む。荷物は店の入り口に置いておけばいいんでしょ？ねえ泣き虫くん、お礼くらい言ったらどうなの？誰が泣き虫だよ。それはガキの頃の話だろ。
物を運んでくれたの？本当に助かった！ありがとう！いや、大したことじゃないよ。それで、ヒルダはどこに？報告します。報告。ヒルダは SOS の知らせを受けて、不当エリアに向かいました。ちちち、小さな女の子、ジョワ。ジョアンの風船が街灯に引っかかったそうです。ヒルダはいつ頃出て行ったんだ？ついさっき、ほんの30秒くらい前だよ。急いで行けば追いつくかも。もう遅いよ。どうした？やけに機嫌が悪そうだな。あなた運動得意でしょ？ちょっと手伝って。何回やっても風船に手が届かないの。任せて。お安いご用だ。ジョアンに代わってお礼を言うわね。無事に取れてよかった。ありがとう。君って本当に優しいな。困った時はお互い様だもの。クローさんにも頼まれたわ。お祭りのイルミネーションが故障したから修理を手伝ってほしいんだって。イルミネーション？お祭りの花火とイルミネーションの組み合わせって最高に綺麗よね。みんな毎年楽しみにしてるの。でもそのためには急いでクローさんと一緒に回路を修理しなくちゃいけないの。ああ本当はもうちょっとゆっくりしたかったな。でもお祭りのためだし、あなたも一緒に来て。了解。ヒルダ、助っ人を連れてきてくれたのか。こりゃ助かる。こちらは新しくできたお友達、アストラ島から来たんだよ。イルミネーションが壊れたって聞いて自分から手伝いを名乗り出てくれたの。こんにちは。それで俺たちは何をすれば？この間の地震でエナジーコンバーターがショートしてさ、イルミネーションも故障してるかもしれないから一通りチェックしたい。でも俺は急いでエナジーコンバーターの修理をしなきゃいけないから、イルミネーションはそっちで頼めるか。5つ直してくれ。なんだ、そんな簡単なことか。じゃあ俺がやる。じゃあよろしく。私はミアと一緒にブラブラしてるね。お疲れさん。こっちも今終わったとこだ。一通りチェックはしたけど、ちゃんと修理できてるかどうか。そんなの簡単さ。イルミネーションのスイッチはそこにある。自分の労働の成果を試してみるといい。いいの？じゃあやってみる。ジークか。
計画はどうだ？全て順調です、フレイヤ様。ご安心ください。協力を拒んだ場合は言わなくてもわかるだろう。存じております。お前は戻って準備を。尾行者がいるようだから私が相手をする。隠れてないで出てこい。せえっ、えっ、これで終わり。別にあなたは嫌いじゃない。でも質問するときは礼儀をわきまえなさい。ようやく目覚めたのですね。何者かに襲われたようです。ジークも現場にいましたか？いや、ジークには会えなかった。あの女、俺が後をつけてるのに気づいてたんだな。あいつら何か企んでるようだった。でもはっきり聞き取れなくて。検知、体の状態が良くありません。ベンジスふ頭に戻って休養されることをお勧めします。ねえ、どこ行ってたの？お祭りもうすぐ終わっちゃうよ。せっかくのイベントだったのに。さっきジークを見かけた。あなたが探してる人だよね。それで会えたの？それが見失ってしまって。そっか、それは残念。でもその人がここにいるってことが分かっただけでもよかったじゃない。でももうそんなに悲観的になることないって。きっとうまくいくよ。今日はもう休むといいよ。明日テオのいるベンジス本部に連れて行ってあげる。そうだね、俺もちょっと休まないと。ついてきて、町のホテルに連れてってあげる。いらっしゃいませ。お客さん、客室は残り一部屋。お祭りのサービス価格だよ。おはよう。昨日はよく眠れた？おはよう。じゃあ今から弁実本部に案内するね。行こう。弁実重工の本部って入っていいのか？もちろん。生活エリアは賑やかよ。この中に住んでる従業員の家族も多いわ。生産エリアは謎が多いの。今回見れるかわからないけど。ここで何かあったのか？わからないけど何かトラブルに巻き込まれたみたいね。ベンジスの防衛システムは滅多に作動しないのに。
ラベンジャーか、大きな変異獣が襲ってきたのかも。でもそれならカレイドおじさんがみんなに避難を呼びかけるはずなのに。どうする？このままテオに会いに行く？うん、ついてきて。中に通じる秘密の通路を知ってるの。ここで戦闘が起こったみたいだ。侵入者は何者なんだ？アイダの子よ、町の外で見たわ。見て、誰か捕まってる。君は隠れて、俺が何とかする。助けてくれてありがとう。昨日お祭りの最中にあいつらに襲われて、一晩中ここに閉じ込められてたんだ。衛兵たちは？他にも捕まった人はいるか？わからない。襲撃があまりに急だったから、何が何だかさっぱり。あなたは今すぐここを出て、港に情報を伝えてくれ。俺は他に生存者がいないか探してみる。くれぐれも気をつけて。侵入者は他にももっといるはずだから。助けに来てくれたのか。ありがたや、ありがたや。あなた方は誰なんです？カレイド社長は？わしはここの社員じゃよ。社長はどこへ行かれたのやら。衛兵たちはなぜ港に警報が出てないんですか？アイダの子がヤーンに紛れて襲ってきたせいで、わしらはなすすべもなかった。しかも衛兵の中に大勢のスパイがおった。あいつらは皆アイダの子の仲間じゃ。ベンジスの本部ビルは完全に占拠されたんですか？お祭りが終わった後、戦闘の音が途絶えた。おそらくは。何の音だ？まずい、敵の大部隊があなたに気づいたようじゃ。大丈夫、俺がやっつけます。相手は一人か。肩慣らしにはもってこいだ。行け、刹那。行くな、わしらを守ってくれ。なんとかできそうだし、俺が行くよ。大丈夫？テオは見つかった？テオとカレイド社長はベンジス重工の本部に監禁された可能性が高い。今から調べに行こうと思う。私も一緒に行く。ダメだ、危険すぎる。君は町に戻ってみんなに状況を伝えるべきだ。俺たちだけでは大量の侵入者に対抗しきれない。わかった、くれぐれも気をつけてね。よっ。このテーブルは年代物だな。うわ、ボロボロだ。お前たちは地下室を頼む。止まれ！
君は何者だ。初めて見る顔だな。どうやら君も今日は星の巡りが悪いようだね。俺は柔道カレイド社長のアシスタントをしている。社長とテオの監禁場所は分かりますか？いや、アイダの子に占領された後、俺たちはバラバラに閉じ込められた。お二人がどの部屋に監禁されているかははっきりしない。それは困りましたね。そんなことより今は何とかして逃げ出す方が先だ。何かいい手があるんですか？この部屋の電気ケーブルのメンテナンスは俺の担当だ。あのドアをこじ開けることならできる。だが厄介なのは外にいる衛兵だ。ドアを開けてくれたら衛兵は俺が片付けます。よし、あそこに2本のケーブルがあるだろう。あれをつなげてくれたら俺が制御台を操作してドアを開ける。そのまま飛び出そうって言うんじゃないだろうな。外には大勢衛兵がいるんだぞ。他にいい方法があります？こいつの服に着替えたらどうだ。先のことは衛兵に化けて状況を探ってから考えても遅くはない。そうですね。じゃああなたは一旦ここに残る。誰か逃げ出したと知れたら大騒ぎになるだろうからな。この服なら見破られないだろう。何度も言ってるように、俺から何か聞き出そうとしても無駄だ。あなたはベンジスの衛兵ですか？はあ？そんなこともわからない奴をよこすとは、アイダの子も落ちぶれたもんだな。まあ落ち着いて、俺はアイダの子じゃありません。あなたたちを助けに来たんです。協力してください。何？アイダの子じゃないだと？そんな話信用できるか？俺はテオ坊ちゃんに呼ばれてきたんです。信じないのは勝手ですけど、あなたたちを助けられるのは俺だけですよ。いいだろう。俺は衛兵隊長のリオンだ。それで俺に何をしろと？カレイド社長とテオ坊ちゃんの居場所を知りたいんですが、手がかりはありませんか？テオ坊ちゃんは2階だ。俺が知ってるのはそれだけだ。どの部屋かもはっきりしない。2階の入り口には警報システムがありますよね。切る方法は分かりますか？隣の監視室に警報システムのスイッチがある。運がいいことに予備の入隊室カードは見つからずに済んだ。これを持っていけ。それと衛兵は騙せるかもしれないが、奴らが改造した変異犬には気をつけろ。あいつらの嗅覚を舐めると痛い目に遭う。2階の階段を上がった正面に医務室がある。そこで麻酔薬を手に入れてクソ犬どもを眠らせるといい。俺をがっかりさせるなよ。社長とテオ坊ちゃんを頼む。監視装置は作動していない。上まで行けるぞ。通路の突き当たりから音がする。調べてみよう。まずい、この犬たち何かを嗅ぎ取ったみたいだぞ。2階の左の部屋に麻酔薬があるって言ってたな。
何の用だ。まだ飯の時間じゃねえぞ。ボスの犬が腹を空かせてるんです。何か食べるものはありませんか。さっきやったとこだろ。もう腹が減ったってか。まったく。そこに昨日の残りの肉がある。一つ持ってってやれ。もう新鮮とは言えんが、犬どもに食べさせるんなら。まったく、揃いも揃って食い意地が張ってやがる。ほら、犬に食わせてやれ。これ以上待たせたら人を食っちまうぞ。紛れ込んだネズミは捕らえました。仲間はいないようです。うん。カレイドの尋問はどうなっている。アストロナシーの位置を吐きました。それとテオの解放を求めています。すぐに情報を皆に伝えろ。カレイドの情報をもとにアストロナシーを探すんだ。物を手に入れるまで絶対にテオを解放してはならん。あ、かしこま…外に誰かいるのか。えへ、捕らえろ。早く隠れない。こっちだ。隠れて。テオ、やっと見つけた。どうしてここに。君たちを助けに来た。カレイド社長はどこに閉じ込められてるんだ。父さんは地下室に監禁されてる。入り口は1階だよ。襲撃者は父さんの口から機密情報を引き出そうとしているみたいだ。外には衛兵が大勢いるのにどうやって入ってきたの。下の階でリオンという衛兵に会って入隊室カードをもらった。リオンさん、まだ生きてたんだ。よかった。しっかりついてきて。君のお父さんを助けに行こう。うん、僕のことはいいから。外の警備は厳しい。こんな体ではあなたの足手まといになるだけだ。父さんが助かればきっと僕を救出してくれる。だからお願い。カレイド社長、大丈夫ですか。なぜ君が。私はアストロナジーをアイダの子に渡してしまった。人質を取られていて他に手立てはなかった。この件は長い目で見た方がいい。今はあなたの脱出が最優先です。テオは、テオを見なかったか。息子を奴らに渡すわけにはいかない。テオは2階の部屋に監禁されてます。でも警備が厳しくてなかなか助け出すチャンスがなくて。何としてもテオを助けたい。港で人手をかき集めて本部を奪還するのだ。行くぞ。
警報を鳴らされた。援護します。走ってください。よっ。いや、息子を探し出さねば。包囲網を突破して港で助けを求めるんだ。ええ、君はまた厄介ごとに首を突っ込んでるらしいね。フランツさん、どうしてここに？フランツさんは私が呼んだの。あなたたち知り合い？ああ、そうさ。それで、中の様子は？カレイド社長とテオを見つけたけど、救出できなかった。それにアストロナジーも。カレイドがアストロナジーをアイダの子に渡しただろ？どうしてそれを？ここにもいろいろ知ってるよ。アイダの子は港にもスパイを送り込んでいた。だがそいつは衛兵が駆けつける前に逃走したんだ。そういえば前に港の下の小部屋でこそこそ話をしている怪しい人影を見かけた。あれがそのスパイってこと？俺はここに残って衛星部隊と一緒にアイダの子の残党を片付ける。君とミアは今すぐ調査を始めてくれ。I can see it. Your sorrow, your sadness, your weakness. I can see all your self-pity.Cursing your cruel fate. But calamity is not without hope. The root of the curse has long been buried. It is etched deep within your bones. Inundated in flesh and blood. You have all forgotten how the world used to be.You have all forgotten. This world belonged to humanity. But mortals are puppets of desire. They raised the tower of fantasy, grasping at Omnium from above. How grand, how ridiculous. Those on the ground.Cower in the shadows, while the pestilential aberration runs rampant, and the fools behind this sit high above in Hykros, in their foolish attempt to rebuild a new order. That is merely a trap, and the rest of humanity are but flies. Lost lambs,Have you sincerely repented? When will the savior you call for arrive? Knock hard at the gates of fate. The fertile soil will be sowed with your own hands. Heirs of Ida, there is no need to mourn the dead.The gates of heaven are never closed. I will witness every sacrifice with my own eyes. They will bring about a new order. And this world
will be reborn from ashes. なんだろう、フランツさんなら知ってるかも。フランツさん、こんなものを見つけた。これは厄介なことになりそうだ。どういうこと？本部ビルの掃討に成功して侵入者も全員捕まえた。でもテオとカレイドおじさんは見つからなかった。アイダの子がドサクサに紛れて連れ去ったのか。捕虜にした奴らはカレイド親子を捕まえる前に戦闘が始まってしまったと証言している。二人がどこへ連れ去られたのか、何者の仕業なのか誰にもわからない。だが最も怪しいのはやはりアイダの子だ。君が見つけたノートにはアイダの子がここに作ったアジトが記録されていた。その数は相当なものだ。アジトは俺が調べる。テオたちが見つかるといいけど。私も連れてって。君が行っても足手まといになるだけ。俺たちにはまだここでやることがある。やることって？アイダの子がすでにアストロナジーを入手しているとなれば、俺たちも別の手を考える必要がある。カレイドはこの港でのアストロナジーの売買を禁じている。だがすぐそこに闇市がある。予備のアストロナジーを手に入れたいならそこに行くしかない。ヒルダとミアは俺についてきて、闇市に偵察に行こう。トラブルがあっても臨機応変に対応するんだ。ちょっと、私を誰だと思ってるのよ。そんじゃ、まあそういうことで、はい、解散。アイダの子もアストロナジーを探しているようだ。でもカレイド社長は正確な位置情報を教えていない。アイダの子があちこちを闇雲に探している。やっ、まさかカレイド社長が逃げ出した。何かがおかしい。調査を続けよう。アイダの子はカレイド社長とテオを監禁していない。じゃあ誰が連れ去ったんだ？何か裏がありそうだ。闇市でフランツさんに相談してみないと。何かいい知らせは？遅い。それでテオとカレイドおじさんは見つかった？いや、いろいろ情報を集めたが、どうやらテオたちはアイダの子に拉致されたわけではなさそうだ。しかもカレイドがアイダの子に伝えた予備用アストロナジーの話は嘘だっただろ。また全部お見通しか。むやみにあちこち荒らし回ってるアイダの子を見たら普通わかるだろう。とにかくこっちの手がかりは途絶えた。そっちは？あそこに立ってるあいつ、ホップキンスって言うんだ。
俺の推理が正しければ、カレードの呼び用アストロナジーはあいつが持ってる。あいつは悪名高い闇商人だ。普段はベンジス港を根城に売買の禁止されている闇物資を売りさばいている。あいつのところで手に入らないものはない。カレイドおじさんはどうしてあいつを捕まえないの？捕まえる？あいつはカレイドの代わりに汚れ仕事を引き受けてるのさ。カレイドおじさんが成人だと思ったら大間違いだ。つまりカレイド社長がアストロナジーをホプキンスに横流しして汚い金を稼いでたってこと？ほらほら、名誉毀損になるぞ。真実を知りたいならあいつの口から聞き出すしかない。それはつまり俺に行けってこと？いや、俺は面が割れてるし、ヒルダは世間知らずのお嬢ちゃんだろ。あんなずる賢いやつとまともに話せるとは思えないしね。ふん。お客さん、うちの店は初めてですよね。何をお探しで？仏？誰に頼まれてきたんです？ああ、社長の命令でアストロナジーを取りにいらしたんですか。でもお客さん、初めて見る顔ですね。あなたは私のことを知っているのに、私はあなたのことを知らない。信用には対価が必要です。特にうちみたいな商売は何事にも慎重さを求められますからね。信用ですって？あなたはカレイド社長の部下ではないでしょう。最低限の誠意もない相手と取引する気はありません。まったく、わかりましたよ。こんな物騒な時期に余計な面倒は起こしたくありませんからね。ご所望の品は仕入れて差し上げます。ですが取引には対価が必要です。お客様から上質な鉄鉱石の注文をいただいたのですが、仕入れ先でトラブルがあり出荷が遅れているのです。そこで鉄鉱石を5個集めていただきたい。すべて揃ったら今後のことを相談しましょう。もう、お前の要求通り鉱石を集めた。これで約束は果たした。アストロナジーをよこせ。あれ、アストロナジーが私の手元にあるなんて言いましたっけ？なんだと、俺を騙したのか？取引には対価が必要だと言ったでしょう。鉄鉱石くらいで私からアストロナジーの情報を引き出そうなんて虫が良すぎるのではないですか？他に何をしろと？荷物を運んでいただきたい。飼い主とはいささか行き違いがありまして、直接お会いするのははばかられるもので、オムニアムタワーの下で待ち合わせしています。ご安心を。相手は売り主が私だとは知りませんので。では行ってらっしゃいませ。ギャッ！ヘイ！ハッ！ヘイ！あ、荷物持ってきた？見せて。子供が一人で出歩いて危なくないのか？誰が子供だって？僕が誰か知らないの？僕は、まあいいや、雑魚に何話しても無駄だ。そこそこ美味しかったってボスに伝えて。またすぐ次の注文を出すから。はいはい、じゃあね。美味しかった？また注文する？田舎者の言いそうなことですね。それよりアストロナジーは？
アストロナジーは先日まで確かに私の手元にありました。正確にはある方からお預かりしていたのです。預かったって？カレイド社長から？そこまではお話できません。私はつい先日大のお得意様にアストロナジーを指定の場所まで運ぶよう頼まれただけです。その後のことは存じません。その指定の場所というのは？あれ、どこでしたかね。お前だ。ただし私のような商売人は大事な情報をすべて帳簿に書きつけているものです。その場所も含めてね。でも残念ながらこの前探索した時に帳簿を山の遺跡に置いてきてしまったのです。それを取り戻してもらえたら。お前を信じるのはこれが最後だぞ。早く場所を教えろ。とう見つかってしまったね。カレイド社長、これは一体どういうことです？悪いがアストロナジーは渡せない。テオの改造がもうすぐ終わる。私にはアストロナジーが必要なのだ。改造？テオに何をしたんです？父親としてなすべきことだ。あの子に完璧な人生を与えた。何を言ってるんですか？テオの余命はあと半年。あの子の体は病魔に侵されつつある。あの子の母親がそうだったように。テオの母親も同じ病気だったんですか？アンナ、私は彼女を救えなかった。だが約束したのだ。
私たちの息子を無事に育て上げると。あの子に健康な体さえ与えられたら、私があの子に健康な体を。ちょっと冷静になって。こんなことをしてもテオやみんなを不幸にするだけです。エナジー転送速度が安全限界値を超過します。どうしてもやらねばならんのだ。私を止めることはできない。絶対に、絶対にだ。エナジー伝送が限界を超過しました。しまった。私たちと組んでテオを救うこともできたのに、カレードはそれを拒んだ。その結果は見ての通り。ジーク、奴らは信用するな。ミゴ、連れて行ってくれ。テオ、カレイドさん、ひどい怪我をしてるじゃないですか。私はダメな夫、ダメな父親だ。201にショーンがいる。お願いだ。今から様子は。テオとカレイドおじさんは見つかった？社長は重傷を負っていて、今すぐ治療が必要だ。テオは昼だ。ごめん。そんな、どうして。やはり一足遅かったか。フランツさん、中でジークとあのサイボーグ化した女に会った。やっぱりあいつらが関係してたのか。よし、ジークの行方は俺が調べよう。だが今はオムニアムタワーを止めるのが先だ。それでアストロナジーは見つかったのか。見つけたけど、エナジーが切れてた。充電すれば使えると思う。201のショーンが俺たちの探しているものを持っていると社長が言ってた。でも201ってなんだ。メンジス港の南東にあるシェルター201のことだろう。ここからは少し距離がある。君のマップに印をつけておくから、なるべく早く調査に向かってくれ。新しい発見があれば知らせてほしい。ベンジスから来たんだけど、シェルター201ってここ？責任者と話がしたい。責任者は私です。バイリンと申します。もう何日もあなた方の情報がベンジスにとっと届いていません。何かあったのですか？
ハイエナに襲撃されて、エナジーや食べ物、薬、水のほとんどを奪われました。通信機が壊れたせいで、外の世界とも連絡が取れずにいたのです。ショーンという人に会わせてほしい。カレイド社長からその人がここにいると聞いた。ショーンさんなんて人はここにはいませんよ。でも私が覚えていないだけかもしれません。他の人に聞いてみますね。ありがとう。その前にシェルターの仕事を手伝わせてくれ。何か俺にできることはあるか？今一番困ってるのは飲み水の不足です。一つしかない浄水装置が壊れてしまったので、フィルターを交換してエナジー供給機能を修理しないといけません。でも備蓄していたスペアパーツまでハイエナに奪われてしまいました。どうにかしてフィルターを取り戻したいのですが。それなら任せて。ハイエナの居場所を教えてくれたら取り戻しに行くよ。供給機能さえ修理すれば浄水装置が使えるようになります。合計3機あるシェルターの風力発電機は全て襲撃の際に壊れてしまいました。でも専用の工具がなくて修理できないのです。足りない工具は何とかなりそうか？予備もあったのですが、襲撃のどさくさで紛失してしまって、こうなったら運試しにベンジスに行ってみるしかなさそうですね。提案。工具に関してはベンジスに戻り、クロウさんに助けを求めるのがよろしいかと。よろしくお願いします。私もできる限りショーンさんの情報を集めておきますね。いや、また会ったな。クロウ、シェルター201の風力発電機が故障したんだけど、工具を持ってないか？シェルター201。ああ、バイリンのとこか。また問題が起こったのか？工具ならここにある。ほら、やるよ。ありがとう。いいってことさ。イルミネーションの礼だ。待ってるだろうから、早く行ってやりな。治ったぞ。バイリンの方は手がかりをつかめたかな？戻って聞いてみません。発電機は3台修理し終わったよ。シェルターのエナジー供給は
これで回復するはずだ。よかった、これでみんながきれいな水を飲めます。お探しのショーンさんですが、誰も心当たりがないようです。もしかして聞き間違えたかな。社長は確かにショーンと言ってたはずだけど、もう一つ可能性があるとすれば行員さんですね。少し前にキリオンの鉱山から逃げてきた人たちがいます。私はよく知らないのですが、その中にお探しの方がいるかもしれません。彼らの仮住まいを訪ねてはいかがですか。すぐそこにあるあの家です。すみません、ショーン・ガビルという人を知りませんか。シャドウや、うちの可愛いシャドウや。シャドウ、いや、ショーン・ガビルって人のことを聞いてるんですが、どこにいるか知ってますか。シャドウなのかい。あの、シャドウ、早く帰っておいで。外は危ないよ。ショーン、そんなやつここにはいないけど。説明。その人はあなたと一緒にキリオン鉱山から逃げ出した行員です。行員？パンゴリンやタミル、フォーチュンならわかるが、ショーンなんてやつは知らねえな。そっか、ありがとう。他を当たってみる。ショーンって名前の知り合いはいるけど、君が探してる人とは違うな。そいつはもう何年も前に死んだ。その行員ってやつ、名前間違ってないか。本当に間違ってるのかも。ショーンが本名じゃなかったら厄介なことになるな。日記にはブライアンとあります。バイリンに聞いてみてはいかがでせん。どうでした、ショーンさん、見つかりましたか。ショーンの日記は見つかった。でも関係者は全員ショーンを知らないと証言してる。ここでは名前や身分を偽ってたのかもしれない。身分を偽っていた。今唯一の手がかりはシェルターに住むブライアンという名の子供だ。その子の居場所はわかる？ブライアンを探してるんですか、あの子ったら。私にも居場所がわからなくて、彼のお母さんオリビアに聞いてみてください。あなたこの辺の人じゃないわよね、ブライアン。あの子がまた何かした？しばらくおとなしく家にいなさい。どこへも行くなって言ったのに、まったく。それは誤解です。私たちは彼に聞きたいことがあってきました。少しだけ話をさせてください。あの子なら家の裏手の芝生にいるわ。向こう側に回ったらすぐ見えるはず。案内しましょうか？いや、大丈夫。ありがとう。
いや、君がブライアン？そうですけど、ブライアンという人が他にもいれば別ですけどね。僕、あなたが浄水器を直すとこずっと見てました。ベンジスから来たんでしょ？知ってますよ。人を探してるんでしょ？でも聞く相手を間違えてます。レイおじさんやベンはショーンなんて人を知りませんから。リンダおばあちゃんはシャドがいなくなってから頭が変になってしまったんです。ショーンを失踪した自分の息子と勘違いしてるんですよ。あなたはショーンを知っているのですね。もちろん、ここではパンゴリンって呼ばれてます。あそこに大きな倉庫があるでしょ。あの中にいますよ。でもあそこはバイリンさんが立ち入り禁止にしています。倉庫の監視装置はずっと前に充電が切れたから、中の様子がどうなっているのか今は誰も知りません。なぜその人を閉じ込めているのですか？中にいるのはショーンだけじゃありませんよ。他にも重傷の人とかサプレッサーが壊れた人がいっぱいいます。みんなベンジスからの救援物資を待ってるんです。間に合うかどうかは謎ですけどね。え、それって死ぬまで倉庫に閉じ込めるつもりなのか？ねえ、もしショーンに会いたいならバイリンさんにお願いした方がいいですよ。許可をもらわないと衛兵が中に入れてくれませんから。はっはっはっ。バイリンさん、ショーンの手がかりを見つけたよ。ここではパンゴリンという名を語ってる。今は倉庫に閉じ込められているそうだ。そうですか、パンゴリンが。ブライアンたら払いざらい話してしまったのですね。実はパンゴリンはもう持ちこたえられなかったのか？いえ、電力供給が回復した後、倉庫内の監視カメラを確認したところ、彼らはもう元の姿ではありませんでした。それはつまり変異したということですか？ベンジスから救援物資が届けば彼らを救えると思っていたのですが、今はもう。変異した人たちをどうすべきかは分かってるよね。でもあそこにいるのは私たちの仲間です。私にはできません。彼らはもう仲間じゃない。シェルターでずっとモンスターを飼い続けるなんて無理だぞ。わかりました、倉庫を開けさせましょう。あなたも協力してくれませんか、モンスター退治に。しまった、倉庫からミュータントが。慌てないでください。一緒にこの困難を乗り越えられなくてごめんなさい。でもあのモンスターたちはもう仲間ではありません。必ず倒さないと。ありがとうございます。これでもう安心です。でもショーンさんは？彼は立派に自分の務めを果たしたよ。ここで亡くなった人たちはみんな私たちの仲間です。彼らの払った犠牲を私は決して忘れません。頑張ってリーダーの責任を果たします。みんなの期待を裏切らないように。バイリンさんならきっと素晴らしいリーダーになれます。いろいろありがとうございました。シェルターの再建はまだ始まったばかり。私
今まで以上に頑張ります。いつでも遊びに来てくださいね。フランツさん、ベンジスのオムニアムタワーは止めたよ。ジークの件、調べはついた？ナビアのケイトス島に向かったようだ。大こた変わり者のドクター・クレアのところにでも行ったんだろうね。あの女はハガードの元研究員だよ。あることが原因で仲間れして、今は単独で動いている。彼女は一人でケイトス島を築き上げ、奇妙な小型の人形を次々に作り出した。それからはずっと島に身を隠して研究を続けてきた。なんていうかな、変人だな。傷の方は大したことない。だがテオの件でショックを受けて落ち込んでる。カレイドおじさん言ってた、あなたには感謝してるって。それと私たちに合わせる顔がないとも、テオにあんなことをした自分が許せないって。人間ってのは愚かなことをしでかした後になってようやく冷静になれるもんだ。レイドには反省する時間が必要だ。彼には早く元気になってもらわないと。ここはあいつで持ってるようなもんだから。あなたたち、ここを出ていくの？ああ、俺たちにはまだやることがある。いつまでもここにいるわけにはいかない。ここからは二手に分かれよう。君はケイトス島に調査に向かってくれ。俺はハガードに戻って上に協力を依頼してみるよ。記録呼び出し。ドクター・クレアはハガードの上級研究員でした。研究成果は AI サーバントの初期開発に応用されています。君もドクター・クレアが作ったのか。記録呼び出し中。ミアは記録消失。オリジナルデータを呼び出せません。博士と話してみたくないか？いいえ、記録によると博士は短期で変わり者です。ミアは話したくありません。